獣王じゃん。さあ今年もやってきました。新しい戦隊が始まったんで、またミニプラの、ロボットが出ていますね。獣王者は動物がモチーフなんですけど、なんかロボットの形がキューブで合体するっぽいですね。こんな感じでキューブです。グリーンとホワイトは今回のラインナップにいません。どうしたんでしょうかね。早速作ってみたいので、このまず1番から、これはイーグルが作れるみたいですね。で、1番と2番2つで初めて1個のキューブができるので、まずは今回はその A タイプっていうのかな、を開けてみたいと思います。さあどうでしょう。入ってますねって、当たり前か。ん、ちょっと色分けが結構今回されてるみたいですよ。レッド、ホワイト、イエロー、ブラックって感じ。なんと4色の成型色ですね。シールが少ない。今までシール貼るのは結構大変だったんですけども、今回シールが少なくて色分けのパーツでできてる感じですね。でいつも通り獣王キングへの変形合体のシート、いつも通りパッケージを破って説明書オーバー出しますと。それちょっと細かいのでどうなんだろうな。色分けされてるのはいいですよね。やっぱ便利というか、シールが結構めんどくさいんですよね、これがね。はい、じゃあ早速作っていきたいですが、相変わらずこのランナーからの外すのが楽ですね。バリが出にくく設計されてます。次はイエローを外すのか。こんな感じでなんかカラフルですよね。でくちばしをつけてみました。なんかこれだけでイーグルーって感じですよね。で頭にホワイトのなんだろうね、これつけてみたいと。ほらなんかこれだけでワシっぽい。イーグルー、イーグルー。シールがなくてこれだけの色が再現できるのはいいですね。ボディの方もブラック、昔はシールで再現したところもこうやってねブラックのパーツで作っていきます。誰でもみんな綺麗に作れるのがいいかなって気がしますね。ちょっとまあ手間がいくつか増えてるんだけど、まあシール貼るよりはいいかなって気がします。それここはシールですね。ちょっと貼りづらいけど、まあ細かくはないですね。比較的優しい。シールをペタペタと貼っていきます。内部はパーツをはめ込みます。ここはプラスチックで再現しますね。で頭をセット。おお、わしの頭、羽がないな。羽つけなきゃね。あれ取れた取れた。あわ、焦った、抜けなくなっちゃったと思ったよ。なんかキューブっぽくなってきましたね。でここにもはめます。なんとなくドットライクに作ったのかな。はい、カチャッと。これもシールじゃないので非常に綺麗ですね。おお、なんかワシな感じですね。後ろにもセットしてと。なんかキューブっぽい。で羽オーバーつけてと。カチッと。これでとりあえず獣王イーグルは完成かな。キューブみたいにしてみて、今度は羽を広げてみてと。硬えな。お、出た出た。で顔を展開したいんだけども、これか。この溝でね、指を引っ掛けてって感じだな。まだ A しか完成してないのでちょっと中途半端ですね。